はい、どうもバンクシーです。今日もですね、ホールアウト76、前回からの続きですね、やっていきます。でですね、前回やっとですね、パワーアーマーステーション設計図手に入れまして、やっと作れるようになったので、今回ね、ちょっと増設しながらパワーアーマーステーションにね、パワーアーマーの方をね、設置していきたいと思います。あとね、前回も言った通り、ちょっとね、家も少しライトアップしたいなと思いまして、まだね、ライトつけたことないんで、やり方いまいちわかんないんですけども、とりあえずやっていきましょうか。今日はね、そんな感じでちょっとね、自分のお家の改造をね、したいと思います。今回もね、最後までお付き合いの方をお願いいたします。じゃあ早速やっていくか。あ、そうそうそう、あ、そっか、チームに入っていなかった。じゃあカジュアルチーム、どこでもいいんですけど入りましょう。よし。で、ただいま私レベル51となっております。やっと50超えたね。うん。で早速、あ、そうそう、あとこれだ、これね、この置物なんだっけ、モスマンのイベント、モスマンなんとかっつったかな、それに参加してもらった報酬ですね。設計図もらって何かなと思って作ってみたら、こういう置物でした。せっかくなんでね、ベッドの横のこのね、棚の上に置いてますけど、こんな感じでイベント出るといろいろと報酬もらえるんだね、設計図とか。まあいいや、とりあえずやっていきます。でね、今ここ2階なんだけども、3階を作っていきたいので、とりあえず2階の天井のガラスを全部撤去してしまって、普通の床にしましょうか。空の光だ、通信だ。この辺を全部撤去します。で、あれだね、解体しないで保管しときましょう。で、この階段は一応残しときたいな。保管しとく、保管。一応全部撤去できるよな。よし、うん、よし。これでとりあえずね、2階の屋根全部外したので、ここにじゃあ屋根を入れていくか。屋根というか床か、床でね、今までオレンジ色、下がね、これちょっと分かりづらい、オレンジ色の床なんだけど、なんかね、カビの生えた、まあちょっと汚らしい感じなんですけど、カビの生えた床っていうね、これか、カビ付きカビ付きカーペット、これを入れていくか。これ入れてってみましょう、どんな感じなんだろう。よし。他に誰か外にいて監視して俺たちのすべてを、あー、横向いちゃった。まあいっか、もうめんどい。よいしょ、よいしょ。よし、あと1枚だよね。ここにはめると。あー、いいね。こう、ちょっと暗くなったな、やっぱり。で、これどんな感じなの。あー、あんま綺麗じゃねえか、あんま綺麗じゃねえか。オレンジのがいいかな。まあいっか、とりあえずこれでいきましょう。せっかくなんで使っていきましょう。で、次壁、ここはガラスにしましょうね。で、このね、ちょっと古臭いような音質のやつもバンドルで売られてたんですけど、まあそれはちょっとね、手出してないんですけど、前回買った、購入したこの壁を入れていきます。これ裏表あんのかな。そう、あの木のやつはね、裏表逆ですよってコメントの方で教えてもらって直したんだけど、これって裏表あんのかな。裏表なさそうだな、大丈夫そうですね。よいしょ。じゃあこれどんどん入れていきましょう。アパラチアに戻るなんて考えもしなかった、うん、よいしょ。とりあえず3階建てみたいな感じでいいかな。うん、素材はね、腐るほど多分あると思います。よし。で、ここに屋根を入れていこうか。屋根作ります、もう屋上は作りません。で、もし4階を作るときは、その時はその時でまたやります。あの、バラしてやります。こうしましょう。うん、よし。
そっか、これあれだね、真ん中に、あと間に入るのか。ん、ちゃんとつかんぞ。あれ、向こうについちゃうな。いいか、そうしたら一回あれだな、この屋根つけちゃおう。保管いっぱいされてるでしょこれ。これをつけてからあっちつけようか。あ、ついた。自分の場所を持ちたいとは思わないな。頭痛のためになるぞ。よいしょ。あー、ついたついた。で、側面って隠せるのかな。もし隠せるんだったら側面を隠したいな。多分壁の方かな。壁の方でこれだ。あー、これですね。はい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 。あ、いいね、ガラスだと開放感あって。で、どれだろう。これじゃない、三角ない、これですね、これだ。いかねえ。きた。これと、来ない、来ないね。んー、たまらんな。ダメだな。多分ね、これ裏を持って逆だと思うんですけど、できないわ、ちゃんと。まあいいや、もうこのまま行こう。よし、とりあえずは囲えるんで。赤さたなはまやらは、よっしゃ、できました。これでとりあえず3階ができたので。あー、いいね、開放的ですね、かなり。ここに、じゃあパワーアーマーのステーションを置いていきましょう。クラフトステーション、クラフト施設でいいのかな。ありました、クラフト施設、これだね。あー、いいね、いいね。じゃあここに置いとくか。ここと、あとここ。なんでこれ曲がっちゃうの。ここに2台。よしよし。で、とりあえずここにパワーアーマー置いていきましょうか。一回切って、パワーアーマーはどうやって、アイテム、パワーアーマーシャーシ。よし、これをどうすればいいんだろう。うん、これで、あれ、 あるよね、ちゃんとね。びっくりした。そっか、頭作ってないんだな。頭はね、クエストのあれになってなかったんで作ってないんですけど、頭も作りたいな。これはどうすんだ。これはこのままにしておけばいいのかな。軌道移す、移す。いや、違う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 。バスガス爆発、ガスバスが、ん、待て、パンクがうるせえ。あとね、もう一個パワーアーマーあるんですよ。それも、バスガス爆発、バスガス爆発、うるさい、ガス爆発。あはー、やったぞ。よ、パワーアーマーシャーシ、これだね。聞いてみるか。よし、これもう一台。で、こっちにこれですよ。このキャプテンコスモス、あれのスキンをね、入れたいなと思っていて。きた。これをゴツさがちょっと違うんだけどね。あ、全然ないな、全然ないな。ちょっと待って、そういえば、そっか、パワーフュージョンコアがそんなにねえな。起動、こっちのがなんか、あの、エクスカベーターパワーアーマーのがごつくてかっこいいな。で、これは、これどうやってここに乗せんの。まずこれが、それがわかんない。でね、この時のためにすごい重さ取っちゃうんですけど、パワーアーマー用の
あれをね、ちゃんと、あ、ま、取っといたんだよ、この辺のやつ。これを全部、ラジオの会話が随分盛んだ。あー、でも、そっか。かなり足らないけどね、右足が2つあんのか。まあいいや。これで、パワーマに、この辺を、やればいいんだね。あー、いいね。で、右足、左腕とヘルメットあんのか。左足。聞くことは、あ、あとね、右腕がないんだ。右腕がないのが、さっきあったらなんだっけ。これ右足だもんね。そしたらこれ売りに行こう、ちょっと。何か聞こえた気がした。よし。その通りだった。オッケー。この中に一応装備が入って、で、これをここに持ってきたいんだけど、どうすんだろう。あ、こういう感じでいいのか。はい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 。そうしたら行きますか。どうやって、あれ？スキンってどうやって使うんだろう。あ、キャプテンコスモス塗装っていうのがあるわ。これ、行きますか。キャプテン、あー、全部変えなきゃいけないのか。なるほど。あ、頭から何から全部変えなきゃいけないんだ。ヘッドランプはついてんね。全部やっちゃおうかな。目的がある。キャプテンコスモス塗装に。あー、こうやって一個一個やんなきゃいけないのか。あれ、これはいろいろ足んな。マーシナリーカンパニー塗装、足だけこれにできるぞ。イエロー塗装、まあいいや、キャプテンコスモスにします。よいしょ。あー、できたんだけど、そっか、右手がないのか。右腕がないわ。右腕どっかで仕入れてきてえな。で、これで一応乗っかった感じ？ああ、いいね。右腕をどっかで仕入れていきたい。こんな感じで一応2台分は入りましたね。これがね、ちょっとまだ、あれだな。よくねえな。右腕が欲しい。よし、まあいいや。一応こんな感じで、じゃあパワーステーション、アーマー、パワーアーマーは10秒で回収される？どういうこと？いや、ここに置いときたいんだけど、俺的には。あれ？なんで？あー、なるほど。今ね、ちょっと調べちゃったよ。パワーアーマーってこのステーションに飾っとくことできないんだ。回収されちゃうんだね。ということはこれ1個いらないよね。1個いらないね。パワーアーマーもそれじゃ置いとこうか。改造とかクラフトするときに使うだけで、あとはこっちに置いとくみたいだな。パワーも置いときましょう。よし。で、これだけは後で、これだけはね、後でちょっと売りに行くというか、レジェンダリーの交換機に入れに行きます。なんだ、そっか、飾っとけないのか。残念すぎるな。やっぱオンラインだから、その辺ちょっと難しいのかな？じゃあ1個は解体します。もう取っとく必要もないね。どうしよう。こっち端っこに置いとくか。いや、真ん中に置くか。あえて真ん中置いとくか。じゃあこれを解体しちゃおう。解体。よし。じゃあ1個だけ置いておいて。あとね、電気ですね。すげえ調べるのにちょっと時間かかっちゃった。電気を設置したいので、とりあえずジェネレーターですね。まだ大きいジェネレーターの設計図持ってないんで、小さいジェネレーター、中ですね。中のジェネレーターを置いてきます。で、あと気になるのはこれだな、上。どうしてもね、多分あれ、三角のね、サイドの部材、内と外逆だと思うんですけどね、できない。あれだけがどうしても。内外逆にできない。しょうがない。まあ、あのまま行きますわ。で、小と中でね、台がこれになるんだけど、台はね、まだ設計図見つけてない。今買えばいいのか。買えばいいんだろうけど、あれなんで、この中でいきます。中をこの端っこに置いとこう。はい、よし。で、必要なのはちょっとね、いまいち分かってないんだけど、これをこれを置いて電線で結ぶと
あ、つくね。つくね。一応ここ置いとくと、あの奥にある電気が反応してるな。ここ置ける？ここ置けるんだったらここ置きたいな。はい。あ、いけた、いけた。いけましたね。そしたら、電線。電線を、ワイヤーか。あ、電線で合ってるよね。ワイヤーをここに設置。あー、ついた。ついたじゃん。よし。あんまりね、配線をね、目立たせたくないというか。うん。で、あと、あのね、なんか報酬かなんかでもらった設計図だっけ？設計図だっけって聞いてもわかんねえか。報酬でね、これこれこれ。このね、外に置くライト。これをちょっと、この辺に置いとこうかな。これもいけるんじゃない？ついてるこれ。これ、こっちはついてるけど、こっちは届かないのか。なるほど。一個だけはついてんだな。あー、一個だけついてますね。これどんな感じなの？あー、いいね。結構好きなタイプだな。ここに一個置いて、あと、どうしよう。なるべく電線目立たせたくないというか、中に設置できないのかな。ちなみにこれもついてるな。あれ？じゃあなんでこれつかないの？あ、これはもしかしてここに電線つながなきゃいけないんじゃない？これはついてるんだ。こっちもついてない。あ、これは遠いからか。ちょっと待って。これ自体を変えよう。これも解体しちゃっていいよな。ちゃ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 。ほら、一応これ壁がなければ OK だったんだ。なるほど。じゃあいいや。これは一回キャンセルして、これ自体をちょっと一回解体しちゃって、ここに新たに、こっちついてるからさ、これと同じタイプのやつにすれば多分つくと思います。そっか、こういうのもね全然わからなかったんで、壁の装飾これでいいな。こっちのタイプじゃなくてこっちのタイプにすれば多分つくと思う。ここ何だったっけ。猫ちゃんだったっけ。ないかな。あったあった。これにすれば多分つくと思います。はい、ほら、ついた。あー、そしたらこっちも変えよう。変な様子なんだ。こっちも変えましょう。この辺あたりにしとこうか。さっきとちょっと違うけど。よし。ただここまでは電線が通ってないから。面白いもんを聞いたんだ。ああ、いいね。聞いてくれ。で、あとこの上にもライトつけとこうか。そっか、そういうことか。でもあれじゃない、こういう絵をいっぱい飾ることによって結構ライト増やせないかな。もう少し電源コネクター、これか。これこの辺にちょっと置いてみようか。はい。で、ここにワイヤーつなげると、どう？ついたかな。まだ距離あるかな。そしたらもうちょい四方囲むような感じでやってもいいな。あ、つかないね。まだ遠いのか。OK、OK。じゃあもう少し。なるべく目立たない感じでやりたいなと思ってんですけど。じゃあ、ここでいいか。で、電線を。あ、いける。よっしゃ。これで明かりついたんじゃないかな。どうだろう。あー、ついたね。あー、いいじゃん、いいじゃん。あとここにもライトつけようか。この辺、あー、明るくなった。めっちゃ明るい。あとここにもつけとこうか。じゃあ、よし。あー、明るいな。いいな。変なもんを聞いてみるか。ここにもつけたいんだけど、ここは多分無理だよな。ここついてないよね。うん、ついてないね。ここまで持ってきましょうか。これだったらいけそうですね。
よしよしよし、これだったらいけんじゃない。あ、いけるいける。そしたらここも小さくていいんじゃねえかな。ダメかな。まあいっか。うん、これでいけるか。よし、はい、オッケー、いけました。これで全部ランプついたんじゃないかな。あー、ついたね。あれ、ここが消えてるぞ。ここが消えちゃってる。なんで。あー、そっか、もしかしたら電源が不足してんのかもしれない。多分そうだな。ジェネレーターもう一個置いた方がいいのか。よいしょ。うん、これでどうなんだろう。これで電線を、これ両方つけたよ。これでこれでついたかな。夜になんないと分かりづらいな。あれ、ついてなくない？ついてる、これ。よし、大体ね、できましたね。うん、ちょっとね、思ったよりこのね、工業用のライトが思ったより暗いな。通信だ。しかもね、このライトに関しては首都拠点で3つまでしかつけられないので、これで最後だね。1,2,3 個もう3つつけちゃってるから。あと中がこんな感じ、かなり明るくなったな。あ、かなり明るくなった。でね、ここつかなかったのは、なんかね、一回ログアウトしてもう一回ね、ログインしたらつきましたね。何だったんだろう、よくわかんないけど。あとここにもね、ちょっとライト置いたので、これはね、一応オンオフができます。で、2階の方もだいぶ明るくなった。こんな感じで、うん、かなり明るいぞ。ここもついたね。でね、2階はね、当初ついてなかったんですけど、これ、よいしょ、登ってわかるかな。ここにね、コネクタ、向こうもついてんだけど、つけることによってつきましたね。この方式で、この9マスだったら、この感じで多分全部カバーできるね。あんまり電線も目立たせることはなく、カバーできそう。いや、いいね。だいぶできてきましたね。ちょうどね、今、夜なんで、ちょうどいいですけど、うん、こんな感じ。やっぱガラス張りにすると結構明るくていいな。こんな感じですね。これシャッター開けとこうか。明るくなるから。あのね、上のね、部材だけがね、ちょっと裏表逆になっちゃってるんですけど、どうしてもね、正規の形でつけることができなかったので、しょうがないね。こっちはね、ちゃんとついてるんだよ。こっちの上は。まあいいや。こんな感じですね。今日はね、これで一旦やめにしましょう。一応ね、今回は拠点の増築と、あとはね、パワーアーマーステーションですね。ここに1機置いたのと、ちょっとね、ここにずっと置きっぱなしにして、うん、飾っとくことができなかったのが残念。なんかね、飾る用のまた台座みたいなのがね、ちょっとあるっぽいんですけど、それはね、設計図持ってないので、まあ、そういうの取ってからですね。で、ここもね、ちょっともう少し明るくしたくて、一応ね、ライト付きのポスターとか置いてみました。じゃあね、今回は一旦この辺で終了したいなと思います。次回はですね、メインクエストの方ね、やっていきたいと思います。今回ね、最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画もですね、ぜひ見に来てください。それでは。